皆さん、正月気分は抜けてきたでしょうか昨日1月5日はナスダックが3.34%下落と最近では結構大きな下落でした。その原因が FOMC 疑似用紙のようですが、ナスダックが昨年3月以来の大幅安ということですが、昨年3月は私とメイコのミニハナはこの動画を出していました。そしてさっき同じ庭で雪だるまをミニハナと作りました。それからナスダックはこんなに上がってるんですよ。 今は上の方でゴニョゴニョ動いているだけです。だから結局下落したとしても、 ドルコスト法で毎月買っていた方が得だし、1ヶ月の中でも米国株は乱高下激しいので、下落した時に買えば利率がもっと良くなりますよね。でも下落って必ず来ますよ。今年は金利がテーパリングがってありますけども、それでキャッシュポジションはどれぐらいにしたらいいという質問が結構来ますよね。でもキャッシュポジションを多くするとして、過去に下落でうまく買えた前回のコロナ下落もそうだけど、大きな下落が来ると世の中がこの世の終わりみたいな雰囲気 になってみんななフリーズして動けないみたいな状態になるよ上昇している時とか下落が3%ぐらいの時にはないような感情が出てくるよその時はいつも私は「落ち着け!」って言ってるんですけどねそもそも下落の底で買える人は「キャッシュポジションはどれぐらいにした方がいいですか?」という質問しないからねこの質問をしている時点で君は底値で買えないと思うよ私はこれをツイッターに書きました私が株を買う時は よっしゃ、今安い、今から買うぞ、みたいな気合はないんですよ。それよりも、あら、今日はお安いのね、じゃあちょっと足りないし、買おうかしら、的な感じなんですよ。ちょっと下落しても何年後には上がるでしょと。だから、姉、ね、さん、今ですよねと言われると焦る。昨日ぐらいのナスダック3%の下落になると、今ですか今と聞かれるんですが、超、超、気合入りすぎて怖いって、と思うんですよ。考えてみてくださいよ。 あなたが欲しいものは何ですかバーキン5000万円ロレックス5000万円 ?EV じゃないフェラーリ5000万円これ全部いらないよっていう人は自分の欲しいものに置き換えてください。もしそれらが半額になったら買いたいですよね。なぜかってあなたの中で価値があるものだし、将来売ろうと思えば高い価値で売れると思ってるんですよね。じゃあなんで株も同じじゃないのその答えは よく知らないからです。自分が本当に好きで価値があると思ったら買うのも怖くないですよね。だから私が株を買う時っていうのはこういう自分の好きなコレクションを買うようなもんなんです。 たくさん調べたから、よし、価値があるだろうと思って買ってるし、応援しているような株を買っています。市場が決める値段ではなくて、自分の中に値段があります。個別株なんてそんなに調べないといけないんだったら、インデックスでいいや。っていう、そこの人、インデックスでいいという人は、中身をよくわかってないので、すぐ損切りします。S&P500 のトップ10名柄は何 それでその一つ一つの会社はどんな感じこれらはダウ、S&P500、ナスダックのどれでしょうか ?2021 年12月31日付。1番。2番。3番。答えは ?1 番、S、S&P500。2番、ダウ。3番、ナスダック。じゃあ、当たりました。それで一つ一つの会社、理解してますか ?1 番、S、S&P500。 ふんふん。アップルが1番、2番がマイクロソフト、3番アマゾン、4番テスラ、5番グーグル。まあ、そんな感じでしょうね。S&P500 だけどなんかナスダックっぽいよね。でもアップルの売り上げは純利益はマイクロソフトはトヨタと比べてどうなのアマゾンはオンラインショッピングと AWS と利益率で言うとどっちが上なのテスラは黒字化したけど債務超過は解消したのグーグルはコロナで広告収入どういうことになってるの グーグルも AWS みたいなのあったよね。2番ダウ。ダウはバリュー株が多いはずだから有料企業いっぱいなんでしょうね。今年はバリュー株がいいって言ってなかった一番多いユナイテッドヘルスって9%だけど、そんないいところ売上や利益もアプリよりも上なのあれ、ホームデポは2位なんだ。ホームデポは自社株買いで債務超過がすごかったけど、解消した ?3 位ってゴールドマンサックスなんだ。なんか日本の会社もどんどん買収したり、いろいろ手伝ってない マクドナルドって儲かってるの全然株価は上がってないイメージ。5位がやっとマイクロソフトなんだ。セールスフォースナスダックじゃないの最近儲かってるビザって株価はどうだっけハニウェルってなんか加湿器にもあったような、なんか航空機部品なんかもやってるらしいよ。キャタピラって何どんな感想ですか ?3 番ナスダック。1番アップル。2番マイクロソフト。3番アマゾン。4番フェイスブックメタ。5番テスラ。nvidia g o グーグルって。 S&P とほぼ同じじゃない何が違うんだトップ10が占める割合がナスダックは52%だけど S&P は30%だからレバレッジ S&P がナスダックみたいなもんかといろんな感想が湧きませんか これは中身が分かってた方が不安にならないですよね。分からないとすぐ不安になりますよ。で、結局信頼もないので、上昇したら買って、下落したら損切りをするという富裕層の餌になるのが落ち。株に価値があると思っている人は下落しても焦らないんですよ。だって自分の中にある株の価値は同じだからです。ウォーレン・バフェットさんはそういうタイプですよね。 じゃあ下落した時に買うって言ってもいつ買えばいいかわからない。例えば昨日みたいにナスダックが3%下落したら買えばいいの。5% 10%って混乱する人がいます。みんなパニクるなあ。あなたじゃなくてあなたね。パニクるな。 3%は大きいかもしれませんよ。1000万円持っていたら30万円。1億円持っていたら300万円。私はこれをツイッターに書きました。何でも下落は来ますよ。だけどタイミング良くなんて買えないから少しずつ買うしかないと思っています。例えば暗号通貨のイメージは次の下落で半分になって、その後4倍になるって感じ 3%の下落なななんんてくししゃみみたたいいもでですすよ大したことないですじゃあ昨日みたいに3%下落した時の買い方は私の秘密の戦法を教えましょう名付けて織田信長三段打ち戦法1575年愛知県長篠で織田・徳川連合軍が当時無敵と言われた武田軍を破った戦いとして有名ですが。 黒沢明監督の映画影武者にもありますこの戦いで織田信長は3,000丁の鉄砲を用意し3列に並び1列目が撃つ時に2列目が発砲の準備をし2列目が撃っている間に3列目が発砲の準備をしこの新しい作戦で武田軍率いる武田騎馬隊を食い止めて勝利したつまり例えば昨日のナスダック3%の下落した時に 自分の毎月投資する金額の20%を投資。そして次の日にまた下落したら次の20%を投資。そして次の日にまた下落したら次の20%を投資。と段階を経て攻撃するのだ。下落はいつでも来ますよ。 でも世間のイケイケムードに流されて上昇で買うよりも下落で買った方が次の下落で老婆売りすることがなくなる。そう、投資というのはいかに退場しないで生き残るかということが大事で上昇したら次の下落の準備をするのだ。だから私が生み出した戦法、長篠の戦い織田信長三段打ち戦法を 忘れないように。まあ私が考えたと思ってるんですが、ドルコスト法も自分が考えたと思ってたし、もうそういうのがあるかもしれません。もし何でも当ててきた予言者が、今年は株価が半分になりますと言っても私は株を売らないですよ。半分になった後どうなるかというと、元に戻るという自信があるからです。その自信ありますかないんだったら投資しない方がいいと思います。3%下落ぐらいで慌てていたら、半分下落したら、 どうすんのというのも、これは私の体験談だからです。私は2000年にアメリカに引っ越して、41K で毎月投資していましたが、その年にドットコンバブルで2年下落していく株を買い続けました。41K だからでしょって思う人もいるかもしれませんが。 41K って自分が払った分を会社も払ってくれるので、ただでできるわけじゃないですからね。当時は下落していく株を買っても意味がないから投資しないという同世代多かったですよ。ちなみに国のサポートするアイラは日本の NISA みたいなもんですが、それもやっていました。アイラは会社のサポートはないです。1週間下落じゃなくて2年間下落ですからね。自分でも受けますが、投資は老後のためだからというアメリカ人が多かったので、私も当然ただ毎月投資だと思っていたわけです。厚切り ジェイソンさんも言っていたけどみんな年金当てにできないしということでそういう考えの人が多かったですでも今チャートを見てみるとその時下落の株を買い続けた人は大きな儲けになっているわけです2年間も下落し続ける株を毎月買える買った人がここにいます その後にもリーマンショックで同じように2年ぐらい下落し続ける株を毎月買いました。だから株価が半分になる耐久性はできてるわけです。アメリカは基幹投資家にも揺さぶられるし、乱高下激しいですよね。でも FRB 議長のパウエルは50億円以上の投資があるし、おそらくバイでもかなりの株投資があると思うし、アメリカ中の富裕層が株を持っているので、下落しても必死に上げようとしますよね。だから下落しても戻るということです。でも、下落を機会にもう二度と上昇して 来ないのがダメ株ですそういうのをつかまないために私は下落しても価値があると思う株を花子ィーで発表しましたその中で好きな株があればポートフォリオに付け加えたらできたら下落した時に買ったらという気持ちでこの動画を作りました織田信長三段打ち戦法を忘れるなということで今回の動画が皆さんが株を買う時の一つの材料となれば幸いですそれではさよなら 高校生でもわかる米国株初心者でも大丈夫、会見オンラインクラス、2022年1月からの新しいクラスを申し込みスタートしました。途中大会 OK。クラスは1月8日または9日から YouTuber に頼らない自分で米国株を選べるようになるをモットーにしています。クラスは4種類あって、1、プレミアム5コース、毎週日曜日16時1年、簿記から学ぶ初心者のためのコースです。対借対象表を主に学ぶので、深い分析を目指す人に最適です。 米国公認会計士テストに必要な単位のテキストブックを使います。2、米決算基本3コース。毎週日曜日17時、募金は学ばずにすぐに決算書分析ができるようになる初心者クラスです。お試しに取るのにちょうどいいです。3、もっと米決算基本2コース。 毎週土曜日21時、米決算基本3コースよりさらに細かい内容を勉強して、終了したら実践コースレベルになる初心者クラスです。4、実践コース、毎週土曜日朝10時、随時。 会計の知識がある人のためのクラス。毎週、米国会社1社を選んで深い分析をします。1、プレミアム5か、3、もっと米決算クラスを終了した人のためのクラス。オンラインクラスの概要、YouTube 限定公開でライブレッスン、毎週末1時間、別途録画あり、決算直近の会社を使って勉強します。エ e r ーノート無料を使ったレッスンメモ、コピー可能。 お支払いした時点からレッスン動画にアクセス可能1月9日以降お支払いした時点からレッスン動画にアクセス可能1月9日以降ディスコードを使ったコミュニティでメンバー同士で情報交換レッスン質問詳しいことは www.financewithhana.com まで花子はあなたを待ってます